純です。マイケル長谷川です。はい、今回もマイケルゴルフ TV とコラボでございます。コラボ、はい、よろしくお願いします。はい、前回の動画はテイクバックやったんですけど、今回の動画はそこからダウンスイング、そうですね、がフォローですか。まあ、こっちはそうです、ダウンスイング以降の以降、はい、はい、ところをちょっと教えていただきたいなと思います。基本シリーズね、大基本シリーズ、はい、はい、じゃあ早速やっていきますか。やっていきましょう。はい、だからね、こうやってスイングはね、まあ、ちょっと不足するようだけど、はい、今日はね、前回からポジションポジションでやってるんだけど、はい、こうやってプラモデルみたいに一個一個積み上げていくで作っていくもんじゃないですよ。何ですか、はい、スイングって実際は流れがあるもん。そうですね、なんで、はい、カチ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 と今コマ送りみたいな形でやってるんですけど、うん、でもある程度ここの位置を通ってるのが正しいよっていうのが分かってるのと分かってないのと全然スイングの作り方違うと思うんですよ。そうですね、うん、ジュンさんが一番感じてるから、はい、じゃあ今日はダウンスイング、ダウンスイングやっていきたい、はい、はい、お願いします。まあ構えてきました、うん、でバックスイングおさらいしてみますよ、うん、おさらいすると、はい、ここまでパクンと体が回ってきて、そうここまで体で一体に回っていきながらこの位置ですよ、うん、でここで大体コックできますよ、肩もうちょっと回りましょうかね、はい、でトップの位置できます、はい、はい、苦しいです。で切り返し、はいはい切り返しはどうしたんですか。切り返しはですね、はい、まあ、一番最悪なのは、ここからクラブヘッドをボールにぶつけていこうという動き、ありがちなね、ありがちなね、はい、まあ、絶対こういうふうにならないような感じがするんですけど、皆さんこういう使い方してるんです。ここにあるクラブヘッドをボールの方にぶつけに行きたくなるんで、はい、大体もう最初のゴルフ始めたばっかりの方が陥るのがこのアウトサイドインという、はい、このカット打ち、カット打ち、うん、これはスライスの原因なのですね、はいはい、うん、なんで、じゃあこれまずどうすればこの正しい位置に入ってくるかっていうことなんですけど、ちょっと構えてみましょうか、はい、バックスイングですよ、うん、で、こう行ってこうです、うん、で、次にやるのがこのここからちょっと左の足をグッとここに入ってくる、左の帽子に入った時にもう自然にクラブがここまで降りてきたんですね。ああ、確かに、うん、だからこのクラブの衝動をあまりこのクラブヘッドから行かないで下半身からこう降りてきて、はっきり言って実際ここに入ってくるともうスイングの流れとしてもここまでインパクトからフィニッシュにギンっていっちゃうと思うんですけど、今日はだからそういう、ね、ポジションの話してるんですよ。そう、はい、ジュンさんが少しここからこういうプレーに入ってきやすいんですけど、そうですね、そうここからで、トップ行って、踏み込んだら、ここ、はい、ここ、はい、地面と平行の位置ですね。また戻ってきました。あ、戻ってきました。踏み込んだら戻ってきました。戻ってきましたね。はい、この時に、シャフトの向きが、はい、今度は、行きはこの間でしたね。はい、だけど、帰りは、少なくともボールを向けてもらいます。ボールかボールの前。はい、最近、YouTube とかでシャローイングっていうのは、もっとこれ、こうやってます。だからストックモデルっていうか、この基本モデルとしては、ボールでいいです。ボールを向いても大体 OK。はい。はい。っていう感じです。正面で。正面もやりましょう。正面。はい。いや、バックスイング。はい。で、はい、行きます。で、切り返すときには、足から。こうですね。はい。足から行きます。そう。はい。そう。こんな感じです。そう。あまり左のウエットシフトしてる人はいけないんですけど、はい、まあ、このぐらいにしっかり足から踏み込んでいく。はい。そう。そうすると、まあ、こうやってこの位置まで大体降りてくるよね、うん、でその時にクラブシャフトがボールの方に行く、はい、そういいですね。この時にはやっぱこの腕の角度がまあ残ってる状態、これは手にボールの時にってしまう方ってこういう状態になってると思うので、こうなるとやっぱりこうすくい打ちなんでダフったりトップしたりっていうことになりますね、はいはい、いきますよ、はい、次、はい、次のポジション、踏み込みます。そう。で、次はもっとクラブがぐーっと降りてきて、ここ、はい、楽になってきました。楽くなる、はい、ハーフウェイダウンっていう、ここのポジション。これが、今、シャフトが地面と平行になってくるんですね。はい、これの時に、シャフトが地面と平行で、ということは、このシャフトの向きが、だいたいここと、ターゲットラインと平行の位置に入ってくるんです、はい。これが、例えば、インサイドすぎたり、アウトサイドすぎたりすると、うん、軌道が違っちゃうよ、うん、まあ、このポジションがここにあれば、うん、全然にインサイドに強すぎてこういうふうに嫌いになったりとか、ここにある方っていうのはアウトサイドになるんで、うん、まあ、ほぼほぼここでスイングが決まっちゃう。なるほど、はい、
そこの時にはやっぱり、ここと平行になっているようにして、でもう一個めちゃくちゃ大事なこと、はい、ジュンさんもできてるんですけど、ここでフェースの面が開いてないことがあるんですよ。で12時かやっぱり11時ぐらい開くっていうと、こういうことこっち側、うん、ああ結構多いですよ。こうなってもうここにこうなってたら、もう基本的にはもうフェースってもう閉じてこないです。ここから一生懸命手返しても返ってこないし、返ったとしたらもう返りすぎちゃうんで、このチーズになって、うんはい、だからここではやっぱ上がってた時、こうフェースにどんな感じでしたっけ、これだけ前傾角ですよね、はい、そうだからほぼほぼこことスイング中こうやってきた時はあんま変わらないっていう感じですね、はい、体の形は違うんですけども、多分ダウンスイングの方ね、体が先行してるんでね、うん、形は違うんだけど、ここの感じは同じような感じ、はい、はい、いいじゃないですか。いいですね。いいですね。そう、実際流れてったら全然違うのでそう。そう、こう入ってきた、うん、で、ここからあとは左の腰をこうもっとターンさせて、こうインパクト前に、これがインパクトですね、はい、はい、だから右肘っていうのはお腹の前に入ってきますからね。あ、そうですね、あります。よくあの縦に縦にってこの右の脇腹のところに下ろしてくるイメージを持たれる方がいるんですけど、これだとクラブっていうのはここに来ると机打ちになるんで、うん、右肘っていうのはお腹の前に入ってますからね。で、ここから手で合わせに行くんではなくて、体の回転でこう入ってくるんで、ハンドファーストに行く、ハンドファーストの形ですね。そう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 。こう、そう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 。そうですね。そうですね。こういう感じです。はい。こういう感じです。確かにハンドファースト。うん、インパクトの時、だからインパクト、次のポジションがインパクトになるんですけど、理想のイメージとして持っておいてもらいたいんですけど、作れるものってね、もうここで決まっちゃってますから、うん、まあ、で、まあ、今こう入ってます。インパクトは、インパクトのポジションっていうのは、うん、アベースの時よりもこうやって手元が前に出て、うん、腰もですね、肩もアベースの時よりも開いてる、だいたい今で言うと腰は45度ぐらい開いてるし、はい、肩の内も20度か30度ぐらい開いてる。だから全体的に皆さんここで注意してもらいたいのが、昔からねゴルフの格言みたいなのがあって、インパクトっていうのはアドレスの再現だみたいな考え方があるんですよね、はい、ここで構えてるんで、まあ、ここに戻してる、はい、でも実際はこう構えていて、アドレスの時っていうのはこうやって体が開いていくんで、うん、形は全然違うんですよ、はいはい、なのでここはそうは違う、要は体の正面で打つっていうことばっかりやってると、うん、ずっとすくい打ちから脱却できないってことになっちゃうんですね、うん、多分これからゴルフを、ね、覚えていく方々は特にそうなんですけど、うん、最初ねハンドファーストで打てないっていうところの悩みが出てくると思うので、うん、そういう方はですね、もう最初からこういうイメージを持っていると、うんうんうん、なんかできる、なんかイメージってみんな水平素振りから入るんですか、はい、体止めてなんかこういう風な振り、うんうん、でも実際ゴルフってこういう動きってあんまないんですよ、そう、こうやって入ってくるんです、はい、そうですね、だからこれインパクトですね、はい、ここからインパクトできました。で、ここからもう本当はこの辺までしたらもう考えてもないです、はい、で、リリース、これの形になるようにこうやって、うん、で、これの方に、そうそうそう、体も回して、そうそう、体だけ、体だけ、顔だけボールも持ってます、そうそうそう、まあ、こういうようなフォローですね、はい、左膝っていうのはしっかり地面の上で伸ばしていきながら、だからこれが、割とこういうふうに手が上がってるんで、はい、そうです、シュッとこう、大体この形だけで見ると、この今、シャフトが今、地面に抵抗になってますね、この時点で、大体このベルトラインよりも低い位置で、この形が割とできてるようにしたいですね。うん、割とこれが、伸び上がってしまっている人です。まあ、こうやってくるんで、ここのあたりがかかったりします、ね、これはやっぱり手と走らない動きになるんで、うん、最初のうちはこういうしたくないですね、はい、ここでベルト1ぐらいで、そうです、そうです、この後はフィニッシュになるという感じですね、まあ、綺麗ですね。だからフィニッシュの時には左足と右つま先立ちになる、これ今やりましたね、この間からですと、ダブルの注意していただいてて注意して結構やってます、思い切って、はい、言っていて、そう、結構ね、この今の右つま先立ちがこういうふうにね、右に体重が残ってしまう、こうね、そう、これはダメですね、これはダメなんで、しっかり左足、ね、右つま先でバランスよく立てるんですね、はい、向こう向いてみましょう、で、今度打ってみましょう、ね、はい、
はい、じゃあダウンスイングは踏み替えて、はい、で、インパクトを、そう、で、ゴロを、はい、で、フィニッシュ。で、フィニッシュはこう来たときに、はい、いいです、綺麗ですね。こうやって、左脇、この左腕、くしゃっとに、このこういう小文字ができてくると、これ、スイング綺麗に見えるポイントですから。皆さん、ここに注意してやってください。で、これ、打った後にね、これね、打ち終わった後なんで、割とコントロールできるところじゃないんですけど、うん、ある程度、ゴール地点であるこのフィニッシュをイメージしておけば、はい、多少変なことがあっても、うん、そこに持っておこうとすれば、ある程度修正が効くじゃないですか。はい、だから、このフィニッシュの位置、ここに今こう来て、こういう、まあ、点撃って、こういう、ね、90度、まあ、でこの90度、90度、90度、この小文字がしっかりできてると、うん、まあ、割とこう、スイングとしては綺麗に見えてくる。ここ綺麗に見えポイントをこう注意していただければポイントですね、はい、やっぱりね、綺麗なスイング、かっこいいスイングを受けるようにしてほしいなと私もいつも思うので、特にね、リングゴルフのご覧の皆さんはね、そうですね、かっこいいスイング、かっこいいスイング、だからそういう方見てるんじゃないですか、そう、いや、上手な方が出てるんで、ほらみんなああいうスイングしたいとか、うんうんうん、したいという方が結構見てると思う、皆さんもこれを見て、まあ、今回3本そうですね、3本セットになってますので、はい、この3本見て、まあ、自分のスイング確認してもらって、ぜひね、何スイングって言うんですかね、かっこいいスイング、ネーミング考えてみようかな、シャッシュオプでもね、はい、本当そうなんです、ね、これ基本はね、めちゃくちゃ大事なんで、そうですね、でこれできれば、まあ、3本今作ったんで、はい、すごくざっくり僕説明してます、うん、なんですけれども、うん、最初イメージ作りとしては絶対いいと思うので、うん、アドレスのところから、うん、日本前のアドレスのところから見ていただいて、はい、順序立てて見ていただけると、うん、もうすごく分かりやすいと思います、ね、今みたいにポジションポジションをチェックしていくと、うん、あれ自分の感覚とのズレを感じるわけですよ、うん、そうですね、あ、もうちょっとこっちなんだなと思ったら、うん、なんとなくスイングがそういう方向にできるじゃないですか、うん、そうです ね、だからぜひそういう風に使っていただければ、はい、そうですね、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございました、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、あとマイケルさんの動画でもちょっとこの後コラボ動画やります、やります、マイケルの方でもうちょっとマニアックな、マニアックですね、はい、はいはい、はい、マイケルさんのチャンネル登録もよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、皆さん次回の動画もお楽しみに。